モルガン・デュブレは、フランス・ニース出身の女性ファッションモデル、ビバ所属。最初に、スカウトされたのは16歳の時で、学業を優先させ、バカロレアを取得、医師になるための勉強をしていた。パリへ移ってから、学業の合間にアルバイトでモデルをしていたが、仕事の面白さに目覚めて、モデル専業となった。2004年秋冬コレクションでデビュー。たちまち売れっ子となり、パリは、 愚か、ミラノ、ニューヨークでも引っ張りだことなった。テリー・リチャードソン、マーク・ウェイブラハムズラフ・フォトグラファーとの仕事も行っている。クリスチャン・ディオール、ジャン・ポール・ゴルティエ、ジョルジュ・レッシュのキャンペーンモデルである。少年のような華奢な体つきと、眠そうな目から、スリープウォーカーとあだ名がついている。本人も、自分を冷静に分析して、茶色の目に、ブルネットで、みんなが思い浮かべる。 典型的フランス人だから、私に人気あるんでしょう。と言っている。水着や下着の仕事も多い。2005、2006ビクトリアズ・シークレット・ファッションショーに出演した。主なコレクションは、D&G、アナスイ、ビクター&、ロルフ、エルメス、オスカーデラ、レンタ、ディオール、クロエ、シャネル、ジャンポール・ゴールチエ、ステラ・マッカートニー、ソニア・リキエル、ドルチャ&、 ガッパーナ、フェンディ、マイケルコース、マックス・マーラ、マルニ、ミッソーニ、ヨージ・ヤマモト、ロエベ、マーク・ジェイコブス、ケンゾーなどがある。ありがとうございます。